統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。浦和競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、1レースの1つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、3レースと10レースの、 2つのレースとなります S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます浦和競馬1レースの本命馬から解説していきます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています指数は青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなります この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、さまざまな適性分析が可能です。例えば、馬場状態はグレーの丸でプロットしています。本名馬は5枠5番、シエスタキーです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は48%を見込んでいます。まず、本名馬の指数グラフで、本名馬の能力と、 他馬との力関係から見ていきます。金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは4層前の指数の52で連帯目安の黄色線を36上回っています一方最低の指数となっているのは2層前の指数のマイナス13で黄色線を30下回っています本命馬の能力はまずまずです他のの、有力馬との 能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の二十四で、本命馬のピーク指数に対して二十八下回っています。最低指数に対しては、三十七上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。 この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の17で、本命馬のピーク指数に対して35下回っています。最低指数に対しては30上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、タバとの力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。 次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 4 0 0ルとなります。指数がピークとなっているところは、4走前は紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開はスローペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところは4層前はオレンジの四角が2番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は12で2位です。上がり指数は24でトップです。まずまずの先行力で好位につけられそうです。以上より本命馬の適性は距離適性と展開面が高評価できます。適正面のリスクは 低そうです以上の分析をまとめますとタバとの力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面のリスクは低そうです冒頭この本命馬の勝利確率は48%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率は望めそうです推奨の本命馬としても問題なさそうです次のレースを読み込んでいきます しばらくお待ちください。前のレースと同じ浦和競馬から次のレースを紹介します。それでは指数グラフに切り替えます。浦和競馬3レースの本命馬から解説していきます。本命馬は5枠5番ルマンフルです。この馬の偏差値ランクは A ランク。 勝利確率は四十三パーセントを見込んでいます。まず本命馬の指数グラフで本命馬の能力とタバとの力関係から見ていきます。近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは二走前の指数の四十五で連帯目安の黄色線を十六上回っています。一方最低の指数となっているのは五層前の指数の十で黄色線を 19下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは5走前の指数の37で本命馬のピーク指数に対して8下回っています最低指数に対しては27上回っていますこの馬に好条件となれば 逆転の可能性があります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の三十四で、本命馬のピーク指数に対して十一下回っています。最低指数に対しては二十四上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上、より、タバとの力関係からは。 他の有力馬にも逆転の可能性があり、リスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところは、2走前は紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開は ミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは2走前はオレンジの四角が4番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は12で3位です上がり指数は20でトップですまずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです 以上より、本命馬の適正は、距離適性と展開面が高評価できます。適正面のリスクは低そうです。以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性があり、リスクはあります。適正面のリスクは低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は43%と申し上げましたが、 そのくらいの勝利確率しか望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。前のレースと同じ浦和競馬から次のレースを紹介します。それでは指数グラフに切り替えます。浦和競馬 10レースの本命馬から解説していきます本命馬は6枠8番、信王刀剣ですこの馬の偏差値ランクは A ランク、勝利確率は38%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは 一層前の指数の59で連体目安の黄色線を1 0号上回っています一方最低の指数となっているのは4走前の指数の16で黄色線を27下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは 2走前の指数の50で本命馬のピーク指数に対して9下回っています最低指数に対しては34上回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは5走前の指数の53で本命馬のピーク指数に対して6下回っています 最低指数に対しては、37上回っています。この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が高く、大きなリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 5 0 0ルとなります。 指数がピークとなっているところは、一層前は紫の丸が1400、1400が適距離ですが、昨年の12月の紫の丸、今回と同距離の1500で、停止数となっています。1500は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。レース展開は、スローペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が6番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は20で6位です上がり指数は19で11位です上がり指数は評価できませんさせないリスクがあります以上より本命馬の適性は距離適性と展開面がリスクです 適正面にはリスクがありそうです。以上の分析をまとめますと、他場との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が高く、大きなリスクはあります。適正面にはリスクがありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は38%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率しか望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。 次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。盛岡競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、3レースと5レースの2つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、2レースと4レースの 2つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。盛岡競馬、3レースの本命馬から解説していきます。本命馬は、6枠6番、アゼリア・グレートです。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は57%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、 他馬との力関係から見ていきます金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは3層前の指数の50で連帯目安の黄色線を23上回っています一方最低の指数となっているのは2層前の指数の29で黄色線を3上回っています本命馬の能力は相当高いです他のの有力馬との 能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、三走前の指数の三十一で、本命馬のピーク指数に対して、十九下回っています。最低指数に対しては、二上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。 この馬の最高指数となっているのは、4走前の指数の27で、本命馬のピーク指数に対して、23下回っています。最低指数に対しては、2下回っています。この馬の逆転の可能性は、低いです。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。 距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところは、昨年の10月は1600、1600が適距離ですが、過去1年1600以下の出走履歴がありません。1400への距離短縮適性は不明でリスクです。展開面を見ていきます。レース展開はスローペースを予測しています。一角通過順位は？ オレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは昨年の10月は5番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は23でトップです上がり指数は30でトップです高い先行力と上がり指数でちょい差しが効くと思われますレース間隔を見ていきます今回は 1。4週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くかどうか、大きなリスクがあります。以上より本命馬の適正は展開面が高評価できます。一方、距離適性とレース間隔がリスクです。適正面にはリスクがありそうです。以上の分析をまとめます。と、束との力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。適正面には。 リスクがありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は57%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率は望めそうです推奨の本命馬としても問題なさそうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください 前のレースと同じ盛岡競馬から次のレースを紹介します。それでは指数グラフに切り替えます。盛岡競馬、5レースの本命馬から解説していきます。本命馬は、1枠1番、ゴールドマジカルです。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は60%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。 金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2層前の指数の32で連帯目安の黄色線を9上回っています一方最低の指数となっているのは1層前の指数の29で黄色線を7上回っています本命馬の能力は抜けている存在とは言い難いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは 対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の22で本命馬のピーク指数に対して10下回っています最低指数に対しては7下回っていますこの馬の逆転の可能性は低いです次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の19で 本命馬のピーク指数に対して13下回っています。最低指数に対しては10下回っています。この馬の逆転の可能性は極めて低いです。以上、より束との力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は極めて低そうで、リスクは極めて低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。 今回は1200メートルとなります指数がピークとなっているところは2層前は紫の丸が1600 1600が適距離ですが1層前の紫の丸今回と同距離の1200でまずまずの指数をマークしています1200も守備範囲です展開面を見ていきますレース展開はスローペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます 指数がピークとなっているところは、2層前はオレンジの四角が後ろからの競馬です。後方からの差し、追い込みが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、22でトップです。上がり指数は、31でトップです。高い上がり指数で、鋭い差し足が見られそうです。開催場適性を見ていきます。地方での指数は、中央と変わりありません。 以上より本命馬の適適はは展開面面が高評価ででききますすに大ななリスクはなさそうです以上の分析をまとめますとタバとの力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は極めて低そうでリスクは極めて低いです適正面に大きなリスクはなさそうです冒頭この本命馬の勝利確率は60%と申し上げましたが それ以上の勝利確率を望めそうです推奨の本命馬として最適です次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください前のレースと同じ盛岡競馬から次のレースを紹介しますそれでは指数グラフに切り替えます盛岡競馬 12レースの本命馬から解説していきます本命馬は5枠5番ソルエストレーラですこの馬の偏差値ランクは B ランク勝利確率は27%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは一層前の指数の60で 連帯目安の黄色線を20上回っています一方最低の指数となっているのは5層前の指数の9で黄色線を31下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2層前の指数の52で 本命馬のピーク指数に対して、8下回っています。最低指数に対しては、43上回っています。この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の48で、本命馬のピーク指数に対して、12下回っています。最低指数に対しては、 39上回っていますこの馬に全ての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性がありリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1 0 0 0ルとなります指数がピークとなっているところは 一層前は紫の丸が1200、1200が適距離ですが、4月の紫の丸、850で低指数となっています。線は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。レース展開はハイペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一層前はオレンジの四角が鼻を切っての競馬です。 鼻を切って逃げが必須のタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は16で10位です。上がり指数は14で8位です。先行力は評価できません。逃げられないリスクがあります。以上より本命馬の適性は距離適性と展開面がリスクです。適性面にはリスクがありそうです。以上の分析をまとめますと、束との力関係からは 他の有力馬にも逆転の可能性があり、リスクはあります。適正面にはリスクがありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は27%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率しか望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。